ホールズ・クロフトとテイン・ホールズ・クロフトにある夏の夜の夢のヒ・ホールズ・クロフトはイングランド、ボリックシャーのストラットフォードアポン・エイボンにある家である。この家屋はウィリアム・シェイクスピアの娘であるスザンナ・ホールとその夫である医師のジョン・ホールが所有していた。ホール夫妻は1607年に結婚している。クロフト、クロフトとはイギリス英語で家屋につながって囲い込まれている。 小さな農地や牧草地を意味する。ホール夫妻は、新婚当時、イブシャムウェイにあったホールの家か、ウィリアム・シェイクスピアの晩年の家である、ニュープレースに住んでいたと考えられている。1613年から1615年頃に、新築の住宅であるホールズクロフトに、夫婦で移ってきた。ホール夫妻の娘であるエリザベスはおそらくこの家で、生まれた。 ホール夫妻が実際にこの家に住んでいた期間は短く、1616 16年にスザンナの父であるウィリアム・シェイクスピアが病気になって亡くなったため、夫妻はウィリアムの晩年の家であり、スザンナが相続することになったニュープレイスに引っ越したと考えられている。ホール夫妻は引っ越した後もホールズクロフトを所有しており、19世紀頃まで、 ホール一族の家だったのではないかと考えられている。現在、ホールズクロフトは、メアリー・アーデンの農場や、アンハサウェイのコテージなどと、同様、シェイクスピア・バース・プレイストラストが管理しており、博物館として一般に公開されている。ホールズクロフトの建物には、現在、16世紀から17世紀の絵画や、家具のコレクションが入っている。医師であったジョンホールと、この時代の、 あまりよく知られていない医療実践に関する展示も行われている。この博物館には、ジョン・ホールが治療のために使用していたのではないかと考えられる、いろいろな種類の植物が囲いの中に植えられている庭園もある。家は、ストラットフォードアポン、エイボンの市内にあり、ニュープレースなどから歩いていける距離である。ありがとうございます。